はい、き今日はですね、内閣支持率、読売でも最低、TBS でも最低、朝日新聞でも最低っていうことで、もうバンバンバンと、オリンピック効果なかったんだな、いや、あるいは金メダルラッシュでこれだけ持ってて、実際はもっと低かったのかなとか、ちょっとまあ、このあたり含めてですね、えー、本間さんと話をしていきたいなと思います。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、先にあの私、本間さんとね、ちょっと話した話題なんですけども、 これから金メダルの How much 金額はいくらだったのかってことが分かるわけですよ。あのー、金額がいや税金こんだけ使ってたっていうことがどん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 分かってきたらこれさらにガンゴンガンって下がっていくのではないかと、ね、やはり、えー、組織委員会元会長の森喜朗さんに、えー、見習ってですね10%台あるいは1桁台を記録するのかどうかも含めてですね考えていきたいなと思います。 おばさんよろしくお願いします。いや、これはもうど。どこまで行くんですかね、本当に。あん、まあーねーか。読売でもここまでかっていう。ね、うん。まあ、読売は読売らしく、えっと、五人やってよかったが65、六十五パーぐらいあって。六十四ですね。六十四です。うん。だ、やっぱ朝日よりテンパーぐらい高いよ。うん。そこは読売らしいって。読るらしい。ん。だけど。うん。 さすがに菅の不人気は隠せないっていう感じで、先月に比べて1ポイントだけど落ちて、うん、っていうことで、まあ、あの、あと、なんだっけ、JNN だっけ、TBS、ね。ね、あっちでもやっぱり、えー、っと、支持率は落ちているんで、結局、これでもう、はっきり分かったのは、傾向としては、うん、 金メダルの覚醒剤、しゃぶしゃぶ打ったけど、シャシャあまり効かなかったっていうことだよね。金メダルしゃぶもあんまり効かんかったのか、効いてこれなのか。そうそうそう、うん、あんま効いてこれなんだろうね、やっぱね。効いてこれだったらだいぶ低い本当はもっともっと、うん、もっともっと効いてほしかったんだけど、うん、なんかこう、やっぱりね、まあ人間の心理って、 正直なもんで、うん、だってさこの間もちょっと喋ったけどほら長野の長野市のお祭りが、はい、うん長野全県全県で長野市じゃないからね、うん、何回も言うけど長野全県で感染者が40人になったからもうやめますっていうぐらい、うんうん、日本人ってさ、うん、民間なのに。うんうん 1日4000人出ましたっつって、うん、おあのオリンピックやってて、うん、やっぱそれに対しては結構みんなおかしいって思う人はやっぱりいるわけで、ね、そりゃそうだようん40人で祭り中止してるの四4000人でやってるバカなどこにいるんだっつう話で、うん、そうね本当にそうここにいますっていう話なんだけどさ だからこういういそういう矛盾って、うん、例えばやっぱりほら俺たちが最初に言ってたようにうん,うんとあの子いけいけ池井さんえ池井さんがけ井ちゃんが金100個とか取らないと無理なのよ、うん、やっぱり金100個は無理だけど <laughs> いやほら彼女が出る種目全部、うん、とかね全部金取ったとかさ、うん もう,なんかもうお祭り状態にでも持ち込まないと無理なわけね。うん、で、それは今回起きなかったわけよね。うー、んうん。だから、あのー、まあ一言で言っちゃえば、菅が目論んでいた、菅の目論見みはすべて、すべてっていうか、もう完全に外れてる。うん あの五、ー、輪の高揚感で選挙になだれ込むなんていうのは、うん、だって今この状況でさ、全然、だって昨日までシャブ打ってたのに、シャブも,うもう冷めてるわけで、うん、あと1か月なんか、到底も何も持たない、うんうん。ってことは、どうすんのかっつと。 ウルトラらしいでやっぱパラは中止と英断を下しましたあそ、ね、あそれか英断戦略ねそれかパラリンピック中止無理やり開催 <laughs> してそ<う>自民党の支持率だら下がり感染者うなぎ登り下手するともうパラリンピックなんか選手の中でも感染もう でで見つかかかっってるじゃなないですか、うん、ガーナの選手だったかなまああの辺りとかで出てるから、うん、まあ選手の中で重症化する人が多いでしょうからねパラリンピックの方がその危険性は非常に高いって言わてるから、うん、だから選手のためにうん選手のために選手のためにか 選手のためを考えて泣く泣く終始とさせていただきました、うん、全然考えちゃいないけどね、選手のことなんか。まあ、全く考えてないね、うん。まあね、これさ、本当なんかまた今週中にはもう絶対決めないとね、うん、やるかやらないか。うん、で、あの無観客っていうのはもう絶対動かないと思うよ。うん これで観客入れるとかって入れることを考えるとかなんかバカがな,なんかいろいろ言ってたけど、うん、あんなことありえないでしょってなって、<laughs> どういうさ論理構成で観客入れるって話になるのよいや、菅さんのこの力はですね、時空をこう歪めるっていうのがあるじゃないですか。ゴ <laughs> 輪は感染拡大には関係ない。素晴らしい大会だったって言ってるじゃないですか。 まあね,ねあとはパラリンピック中止っていう部分のやつがノリでくっついてて呼び <laughs> 止まっちゃった <laughs> これ広島のやつですけど、うんうん、そりゃそういえばその広島もひどいけどさ、うん、長崎にいたってはさ、うん、あの会に遅れたっていうじゃんよえマジでそうだ1分だけどねそりゃあよくねえわあの式典にさ、うん、遅れてさ それでまた式典側も面白いんだよな始めちゃうんだよなえっマジでそれで「ああすみませんすみませんすみません」ってすがくるのそうよそうよでみんな結構驚いちゃって「おお!」っ何でこんな遅れてきてんだみたいなっまたそこもなんか偉いなってそれでささらにさらにおまけが一つあってあのほら広島ではさ あの菅がその文章をぶっ飛ばして、うん、結局ほらテロップと合わないじゃん、うん、テロップが下に出てるそうですねでそれで分かったわけ、うん、NHK のテロップねうんうんそしたら長崎では NHK はテロップすら流さなかったっていうやばいやばいまだ間違えたらかわいそうだから <laughs> もう何をしてんだ本当にそういう忖度いらねえよ <laughs> いやでもなんか NHK の説明では毎年出してないって言ってんだよねもう そうなのって思っていやなんかそかそんな古速なことやってても伸びないから。<laughs> 伸びない。うん、っていうか遅れるなよって<ー>。<laughs> すごいねそれ。<laughs> 式典の文章は読めねえわ、うん、お前式典に遅れるわってさ。うん、ってどういうあれだっに <laughs> ちょっとなかなか強烈だね。強烈でしょうん。うん どこでもいいと思ってんだろうな。まあ、うん、まあさ、よだからあれだよね。彼もかまあかわいそうっちゅうかさ。うん、なんかこう何をやってもダメっていうことになりつつあるよね。うん、式は遅れれば読み飛ばすわ。うん、天皇の前ではたたんわ。さ。<laughs> <laughs> ちょっとケアレスミスが大きいかな。 だよねなんかいいことってなんかあったまあ一応あれか五輪やってよかったがまあ64%いるってことはそれだけはよかったちゃよかったう彼がほら彼の直接的な行動でミスが連発してるよねうんあれがなんか変変っていうか もはや、なんつのうの、ん、何をやってもなんかミスが出る。っていう、デフレスパイラルに入り込んでる感じがするじゃん。ん確かに。なんかよくないよね、きっとね。そのうちね、多分ね、歩いててケツマまくとかね。<laughs> バナナの皮に滑って転ぶとかさ。<laughs> そういうことがきっと起きると思うんだ、きっと。この運のなさで言うと。 まあそうなでもこのお仲間の読売新聞ですらねこれだけ下がるっていうのはなかなか強烈な話だなって思うけどなあまあ上がる要素はないもんね。ーんで菅っていうか内閣っていうかあの辺が考えていたオリンピックの人気が高まれば、うん、そのオリンピックをやる 開催した、うん、させた菅の人気も高まるっていう。うん、そのウルトラ見通しの甘さ。うん、そのあれが外れてるって事だもんね。うん、だってさ。それはそうよ。みんなが感動して良かったって思ってんのは、うん、そのアスリートの技に対して良かったって言ってるんであって。うんうん そのサーカスを、興行をやってくれた興行主に感謝するやつなんているわけないじゃん、そんな。まあねでしかも厳密に言うと、それ小池さんだしで。まあほら、ただ、あのー、小池はさ、オリンピックやってよかったーっていう、あれが、高揚感で選挙を戦おうとは思ってないからね、うん、彼女とね、うんうん、別に。 彼女はね、やっぱりオリンピックバターっつってよ、とんだりンターで喜べないのは一つあるのよ、ま,あ、まあもちろん感染者が増えてるっていうのは当然そうだけど、うんうん、もう一つは、やっぱりさ、あと1ヶ月、2ヶ月ぐらいしたら、武藤の野郎がとんでもない赤字を押し付けてくるっていうのが、<laughs> 確か<に>彼女はもう分かりきってるから。うんうん で菅はさその時丸川を盾にして「うん、あうちは払わねえがな」っつって、うん、別の地平成人の丸川と小池をこう戦わせればいいと思って、ねうんうん、別の地平人ねうんだからまだねあの菅、ー、はさその、うん、なんていうかな金額の恐怖におののいてはいないんだな、うん まあ小池はもう分かってるからさ、うん、これ多分これぐらい請求来るだろうなっていうのがね、うん、だからあんまり飛んだり跳ねたりする気持ちにはなれないと思う。うん、まあ、金がとんでもなくかかるからな。うん、全く公表されていない、うん、これから党に対して請求が起きる金額、これはもうどんなに少なくてって1000億は超えていくからね。うん だってチケット代900億はパーなんだからさ。うん、900億プラス何,その何だチケットほら売りさばくために作ったアプリがどうのこうのとあれも結局全部パーになったわけじゃない ?NTT にそういや海外管理で70億発注したのとかもあれ結局どうなったんだろうね。<laughs> あれもさ、結局だってほら払うところは払わなきゃならないじゃい、うん 発注しちゃっう、うん、まあ一応ね少し安くなったはずなんですけどねうん、うん、なこと言ってたよねうんでも結局使わなかったんだからさ、うん、使わなかったものに70億とか払っちゃったわけでしょ70億全額は確かねちょっと安くなりました<ー>うん多少はだけど全部が返ってくるわけではなかったはずだな確か まそこら辺結構もめてたんですよ。うん。うんうん、それはもめるよ。うん。だから早くやめるって決めときゃそういうことも起きないわけよ。まあ何よりも感染対策であれもこれもそれもこれもってどんどん入れたからめちゃくちゃ高くなってると思う。うん。うん、めっちゃくちゃ高くなってると思うよ。うん、選手はハイヤーで移動せよってって、まあね。 でバスがダメだったから、ハイヤーとかタクシーにしたとかっていう話もいっぱいであるし。あれもものすごい金額かかってると思う。だよね。ああ恐ろしいぞ、これ、うん、本当にって。バんばん金捨ててたからな。うん、まあ、なので、そういうものが出揃ったところでさ、うん、やっぱオリンピックやったほうが、 これでも良かったかと思うって聞くとさ、うん、多分半分ぐらいに減ると思う。あまあ簡単に言うと、これから五輪で、五輪税かかりますって。そうですね、まあ3%ぐらい消費税上げましょうかって言われて、いや、それでも金メダルは価値があったよっていう人、どれぐらいおるねそれだよね。いや、おらんやろ。うーん、まあほとんどいなくなると思うね。うん <laughs> それで OK って言える人ってん何だろうね日本に住んでない人じゃない <laughs> いやまあ、うん、あれはじゃないあの大金持ちの方なんじゃないのやっぱりいや何言ってんすか大金持ちほどケチいんだからあそっかうん、なんかさっき新聞記事読んだらあのほら持続化給付金詐欺でさ経産省の官僚2人うん 捕まったじゃんてかあれもひどいよね、持続化給付金をさ配る管轄の官庁が詐欺してるって意味不明なんですか、あれ、もっと問題になった方がいいと思うんですけど。いや、あれだって、<laughs> もう警視庁が俺より詐欺やってるもんですよ、あれ。 「<laughs> <laughs> もしもし俺だけど」っつってヤクザとの関係がバレそうだからちょっと <laughs> 振り込んでくんだ。<laughs> このあと警察での立場がないんだよとかって <laughs> <laughs> っていうようなもんですよ経済産業省が <laughs> やるってあかんすぎるやろあれいやしかもさ、うん、どうやってやったのかわかんないけどうん,うーんとなんか もともとこの2人って札付きでさもともと自分の会社とか持ってたのにはい公務員だよねいやいや高校の時からあっ高校金をけうんはあ元気がありますなうんお<ー>いやそれでなんでこの2人の話出したかっ<ー>そのうちの一人が高校の時から買い物しても釣り銭はいらねえっつって<ー>釣り銭もらわなかったっていう豪のものだったうん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  そういう人なら消費税が3%ぐらい上がってもそんな怒んないんじゃないかなって、まあ、そこで結びつけたんだなるほど元気な官僚じゃないですか就職に困ったらちょっと私のところに相談しに来なさい <laughs> まああのー、あ<ー>多分 <laughs> 多分さ <laughs> あの執行猶予には多分ならないと思う <laughs> ちょっと迎えに行こうか別 <laughs> 会とか行ってそれ,それほら迎えに行きたいやつらがいっぱい い,っぱいいるよねっ <laughs> 絶対悪知恵が働く連中はさ <laughs> 放っておかないよないやこういうやつこそうまく日本政府は使うべきです詐欺はよくないちょっとぶち込んどくけどっつってねえなんかなんかで使えるってこういう人おロシアあたりに飛ばしてロシアかきましてこいとかさ何 <laughs> かそういう感じで <laughs> 中国あたり飛ばして ちょっと危ないけどちょっと危ないけどちょっと危ないけどお前もう日本だと表の道は歩けないんだから行ってこいってああほんとすごいよねなんかねなんで計算官僚なんかなっちゃったんだろうでそれがさだからほら自分の会社3社ぐらいでもちろんあのえっと経営者別人を立ててて でそういうのを何かうまいこと使って1000、うん、万以上詐欺しあの持続化給付金1000万以上引っ張ってたっていうんだから持続化給付金ってそんなに引っ張れるんだと思ってさ何社もやったんでしょうん、うん、何社もやってえー、あとあの持続化給付金だけじゃなくって家賃支援給付金もああそうかそうか、うん、そっちねまあ、うん それで1000万以上引っ張ったっつうのね。うんはあ、でや、やった理由について聞かれたら、うん、まあ、国がやるから、引っ張れるだけ引っ張ろうと思ったって、うん <laughs>。まあ、そりゃわかその理屈はみんな同じなんだけどさ、うん、それお前、計算官僚がやったらやばいだろうっていう、うん。いや、だめですよ。だめ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 。 すごいよね。それ、あの消防署の人が本当に消防署の方から来たんですけどって言って消火器売りつけるようなもんですよ、副業で。<laughs> <laughs> <laughs> いや、でもダメだね。これ、菅政権、安倍政権で、モラルハザードですよ、これ、完全にも。まあ、完全にそうだよ、ねうん。だって、安倍さん百118回さ、 桜を見る会で嘘ついてて、菅さんがこんな状況で、よー、ゴリがうまくいったとかって言ってたけど、真面目に仕事しよう、俺はって思えると少なくないこれ。無理やろ。いや、無理だよ。<ー>んで、仕事のほとんどはクソな答弁。うんうん、答弁書を書かされてさ、うん、国会やってる間はね。うん、そりゃ、モラルハザードも起きるよなって。まあ、もちろん肯定するわけではないし。うん はあほんとにしょうがねえなって思うけどなまあでもこの2人ってやっぱりちょっと変だかあの異質なんだよねうんまあそういうのを使って名も、あのー、あれよんそういうのを使って何もなんか投資でも儲けたとかっていう高校時代に、うん、そう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 ってそてうそ、ん、うそうそうそううそうそうう ななんんで完了にっったんだって意味が分からねえ<笑><笑>ええ、私、このニュースはちょっとあの追いかけているけども、あの確かね、えー、なんか金、結局、5000万頼んで、3000万貸して、なんかその民事訴訟とか起こしてんだよね、なんか損したっぽいところもあるのよ、事務所から盗まれて自分の資金を。 うん、うん、とかもあるんだけど、うん、まあいいじゃないですか慶応大学に入った後にわざわざ東大に入り直してね俺で俺大蔵省に入りたい、まあ、財務省に入りたいなーとかっていうふうに思ってたけどまあ多分そこまでは無理で経済産業省になったっていうね、うん、まあでももう完全に政権モラルハザードだと思うなフ大 <laughs> 本ネタでこれ一本取ってもいいぐらいだと思うけど <laughs> <laughs> あ,あ本当にひどい話よまあでもねもうこういうふうに大儲けしてる人もいると思えばねなんか多分五輪で大変な目に遭った人もいるでしょういやいるでしょうん、だって結局あれなんあのなんか正確な数は出てないけど、うん、札幌のマラソンとかでうんと ボランティア50人ぐらいが熱中症になったとかっていう話。うわかわいそうん。うん。で、やっぱり昨日さ、うん、昨日の朝日新聞で読んでたらね、うん、結構じゅ、結構まあ、うん、まあずっと俺が指摘,し指摘してきたことで重要な話が。うんうん、あのー、まあ、なんとかじ大きな事故は起きなかった。うん、でも、関係者が。はい 組織委員会の関係者が、うん、観客入れてたら大変なことになってただろうって言ってああ、ね、そりゃそうやろう。うん。で観客、ほら、最終的に1万人入れるかどうかで、ご、うん、にョごにョやってたじゃん。うん、あれも入れなくてよかった。うん、で、なんでかっていうと、うん、観客を入れてのその訓練を一度もやってないから、ね。うん、言ってた、言ってた、それは本間さんが。って言ってたでしょ。うん だからこれ観客入れたら大変なことが起きるぞって、うん、まあ言ってて結局それ入れなかったからやれよかったんだよね。うん、で、オペレーションがなんとかかんとか破綻しなかったのは観客入れなかったからだっていうね。うん、いやーよかったよ、うん、で、例えばだけど、うん、例えばだけどほらテニス、うん、テニスさあれジョコビッチとかメドベ,えメドベージェフ。 があやついてそう俺たち心つきかっつってそれでほらテニスの試合がさ前日にいきなりあのテニスはほら全部午前11時ぐらいからやる予定だったのが全部一律午後3時ぐらいに下がったわけあれさもしチケット売ってたらできなかったねできないでしょああいうことばああいうこと何回もやってあとほらマラソンも 女子のマラソン出走1時間早めてるわけうん、うん、あんなんだったらさチケット売ってたらできないよあんなこと。うん、だからあのー、その時間を繰り下げるとかっていうのは、うん、まさにああののー、見るあのえっと観客を全く入れなかったから、うん、なんとか対応できたと、うん、っていう。うん まあそういうことも載っててね。なるほどねあのー、で、さらに、うん、そしてもうしまあ朝日新聞も知れって書くなよと思ったけど、うんえー、観客を入れていたら、熱中症できっと倒れる観客とかが出て、もう本当に大変なことになっただろうと。そ、うん、それでのの朝日新聞の記事にさ、うん えっと観客とかの熱中症対策はな結局のところできていなかったんだって書いてあるんだよ。はっ <laughs> 何お前終わってから書いてんの。ふざけんなしだ。だからさ本当に終わってからしれっと書くなよって。うーんまあずーっと我々は言ってきたけれども。観客の 熱中症対策って本当に何もなかったんだから、うんほんとなんか何もないっていうのは、うん、俺が言ってるのは効果のある熱中症対策は何もないっていう、うん、つまり、えー、なんかミ,ミストシャワーをさ待機してる時にミストシャワーを浴びせるとかさ,ーさあと巨大扇風機を置くとかさそれはいろいろやってたよ。うん あとなんかなんか雪降らすとかっつうのもあった雪降らすっていやだからあ雪降らす作戦ってなくなったのかと思ったらまだあったんだよね、うん。やってたんや。うん。効果あったのでも観客観客入れるのやめちゃったから。うん。なんか氷が1000トンぐらい余ったっていう話だよね。もうそれも税金です。<laughs> もちろん買っちゃったから税金だけど。あほくせーで、うーんとそういうものはもちろん。 局地的なその対処はしてて。ああだけど、えっ、ー、とそれが効果があるかどうかって言ったら、ほとんどない,というものだった。うんうん、だから、あの、ひさしのないところでやってたさ、うん、あの新しい種目のさ、あの BMW、あの BM、BM、なんだっけ、チャリンコ。うん,うん,うん,うん。自転車のさこう、こういうやつね。うんうん、とか、 えあ,あとあれ。モトクロスっていうやつだっけそれ。ああ、ごめんごめん。モトクロスだよね。うん、モトクロスとあとほら、あれ。うん、えっと。新競技。うん、13歳の女の子が金取ったあれスケボースケボーとかさ。うん、あれ、観客席に写しが本当にないの。怖、うん、カヌーとかね。うん、だからああいうところで熱中症患者が絶対出る言われていて。うん、なのに。 1年延期していても何の1年延期してる間にここやべえからひし作るかとかさ、うん、あやんなかったんで、うん、なんでかっていうとあのほら緊縮財政にするからって言ってだけどバッハは300万のスイートルームだけどだけど組織委員会は給料はノータッチ <laughs> あと退職金も出るはずですもちろんノータッチ税金です こういうのが全部出ていって、支持率どうなるんやろ <laughs>。ね。これからどんどん出ていくよ。うん。おうそうなのよ。だから本当、金メダルの覚醒剤効果なんて1週間ぐらいしか持たないよ、うん、ん多分今週いっぱいで切れる、うんそうなると、やっぱなんとか、これパラリンピックやって、あと2週間また。 覚醒剤打ち続けないとなって、まあ、そういうふうに考えるってもおかしくはない。うん、あの、菅がね。うん。でも、パラリンピックはさすがにさ、オリンピックほど効果ないしね。うん。うん、確かにな。ない,まあいや、オリンピックほどっつうか、全くないんじゃない効果なんて。たぶんない。うん、うん。だから、民放とかもさ、 あんまり放映しないしね。うん、NHK はやるけどね。たぶ、うん、まあ、多分あんまり力がないと思うよ。うん、うん。だな、難しいよな。だから、まあ、それでもあえてそっちを選ぶか、それともパラリンピックの選手たちの体のことを考えて、私、菅は苦渋の決断をさせていただきますって中心にするか。うんうん まあこれも感染者数次第かな。感染者数次第。だとは思いますよ。ねら来週1万とか行っちゃったらやんないんじゃないやっぱり。うん、あのー、1万はいかない状況です。うん、なんでかっていうと、あのー、数えられない。<laughs> 数えられない。明らかに増加率が鈍ってる。うん。うん。あの、先週比で、いあの、先々週はさ、 3倍とかあったんですよ、うん、だけど今週に入ってからなんか先々先週比で今週はなんか1.3倍とか1.1倍とか多いからこれ数えられなくなってんだと思うよもう,うーん、うん、まあ数えない作戦とも言えるかもしれんがう,ーんうんそうだよなまあな だってさ、オリンピック始めたときは感染者なのか1000人ぐらいのとに、うん、それでもギリギリの決断みたいな感じでオリ,オリンピックやっててさ、うん、で今、5000人とか超えてきてるのに、パラリンピックは問題なくやりますなんていうの全然論理的には通らない、ねまあ。あとは菅さんが軸を歪めてくるかだよね、うんうん。まあでも、やらん方がええと思うけどね、どう考えても。 それはそうだ。うん。うん。とにかく、まあもちろんパラリンピックのアスリートも心配だけど、うん、やっぱり周りの人たちですよ。うん。周囲だよね。うん、うん。結局やる限りはさ、兵庫県警の人たちもまた出ずっぱりだろうしさ。いやー、そうなるとまた感染広がるよ。うん。 とにかく周囲の人が大変だから、うん、なんだなんつっても、うん、本当に。で、特にパラリンピックはやっぱりこう、アスリートへの介助は必要だからさ、どうしても、うん、うん。濃厚接触の人が増える。これはやっぱり本当にやめたほうがいいとは俺は思うけどな。うん、まあ、その方が支持率は上がるでしょうね。うん、うん。まあ、でも、大してそれで上がるのかな。 いやバーク上げってわけじゃないの、うん、ないでしょ、うん、下がらないっていう程度でしょうねうん、うん、だってその判断は正しいと思いますかって聞かれるからす、うんそしたらまあ一応正しいんじゃないのっていうふうに言う人の方がまあ多いやろうな多いと思うよそれでなんかこうなんだろう いやパラリンピックは死んでもやれとかっていう人あんまりなな人ににはそんなに多くなさそうだからね。まあね、あとその時のやっぱりほら感染感染数も5000以上高止まりとかしてたらさ、うん、そりゃお前死んでもやれなんていう人はそんなにいないと思う。うん まあ、関係者はやりたいとは思ってるだろうけど、うん、でも関係者って今どの、どどういうふうに考えてるんだろうね。まあ一応、パラリンピックの準備は始めてるっぽいけどね。うん、うん、いやもちろんそうなんだけどさ。うん、でもやっぱり、本当、バブル内バブルのあれなんて全く守れてないっていうのははっきりしたわけじゃん。うん、450人ぐらい感染したかな。うんだからそういうのでさ。 あれがひたひたとこう来るのは分かってるわけで。うんうん、まあ<今>そういうのがまたパラの関係者からも何にも聞こえてこないのはすごいけどね。うん、今ね、458人です。うん。結構な数字やで、これ。そう。うん、で、これがまだまだ増えるわけでさ。うんうん たった2週間しか空いてないからね。うん、それでもこれだけ増えたわけだ。うん。どないすかねまあね、だってその人たちの感染っていうのはオリンピックやんなきゃ感染してないんだから間違いなくさ。コロナ対策優先だったらパラリンピックは。 まあやめたほうがいいだろうな体が丈夫だから大丈夫だろうっていう理屈は通じないだろうしねパラの選手にはまあしかも元からパラの選手たちにとってはあのー、この酷暑がまず第一関門ああそっかそっか、うん、でこの酷暑に,にパラの選手たちを晒しつつ、うん でさらにコロナ対策もやられると、うん、っていう話でこれ結構厳しいよ、本当に。うん、それで、あれじゃない、だってオリンピックで、えー、っと、要するにさっきも言ったけど、テニスの選手なんかみたいな、ああいう発言力の強い人たちから、ばか野郎って言われて、それであっという間に変えたでしょ、うん、この時間を、開催時間をさ。やっぱあではね多分 今決まってる時間でやろうとすると思うよ。うん、すげえ大変だぜ。そっか。うん。もうもともとだからアスリートのことなんか何も考えちゃいないからさ。オリンピックの次かさ。なんかさ、大成功とか言っててさ、うん、マラソンで3割の選手が棄権してんだぞって。うん、もう大成功っていうのかっていうね。まあ作って無理って言ってね。 うん、だってこれほらオリンピックという中でやってるからいま,いまいちその悲劇が目立ってないけど、うん、例えばこれがさ東京マラソンとかって言って独立したマラソン大会だったら、うん、走ってる人間の3割が棄権したらさ、うん、お前これ競技として成立してないんじゃないのって話になるよね。うん、それぐらいのの大問題なのに 割としれーっと流されてるよね <laughs>。まあなんか、あれ、なんであんま問題にならんかったんかね。<laughs> まあ結局、ほら、その後にもあれが、あの、えっと閉会式が控えてて、うん、メディアの関心もそっち行っちゃってるからさ。なるほど、なるほど。でも日本人の男子の選手なんかも、あれ、熱中症になっちゃったでしょ、うん。 うん、で車椅子で運ばれてったじゃない、うん、だからそうなるんだってうん、うん、札幌に移した意味ってあったのかっていうね、うん、あれなんか結局暑かったらしいからねうんなんか下手すると東京より暑い時もあったってう,っすうん何のために移したんだろう青川って、うん、まああれいきなりねはしご外されて小池さんがさマラソンをさ 北海道スられた時にさんだったら北方領土でやれよってブチ切ってたじゃないですか正しかったかもね暑さ対策だけで言えばあ <laughs> そうだ <laughs> まああるいはもうもいい何稚内とか <laughs> <う>、うん、北の北まで行くさ <laughs> あ網走とかでもいいじゃん別に、うんまあ、それかね高原でやるとかねうんうん これ全然できたんじゃないかなと思うけどこの際ねうんうん、うん、でもやらないまあ ioc としてあれだろうね、うん、札幌でやるっていうんでちょっとこう札幌にさまた鼻薬効かしてやったわけよなるほど30年の冬のオリンピックやりたいんだって,って,ってうーんどうよどうよってそうそうそう,そうああ お前たちのそのやりたい気持ち分かっているぞよっていう感じでさ <laughs> いや下品やわ本当に大人って汚いわ本当に汚いよね、うん、それでさとにかくさ30年にもいやもう立候補とかすんなよって札幌ね、うん。いやこれで立候補したらアホの極みやでうん ね絶対に巨大な赤字が生まれてほんで本当やばいぞ札幌とかあれになっちゃうぞ夕張市みたいになっちゃう夕張みたいになっちゃうよ本当に本当に危険だよ耐えられないだろ財政的にうん耐えられないうんそれはいくつかはさ既存のあれを使うだろうけどうんでも全然ね何もない競技もあるからね あの場所を作んないとダメだとかさ、うん、もう絶対やめた方がいいよ本当に <laughs> 何にもいいことないから、まあ、大変なことになるから東,東京オリンピック見てそれは十分分かったやろうっていう感じやけどねうん、うん、それでもなきっとまたなバカがな金儲けしたいバカがさ、うん、一生懸命温度取るわけよ税金で絞り取ってね、うん、金儲けしたいぜと もちろんそこにはね天下の電通様もやってきてさ大丈夫大丈夫前回は大変だったけど今回は大丈夫みたいな <laughs> あそっかでも電通はその前にあれがあるからな万博大阪万博があるからさーんいやー大阪万博なんてきっとひどいことになると思うよまた <laughs> うんもうほんといろんなものがねうぞうむぞうで 渦巻くと思うなねこれもうとにかくパリオリンピックの時とか何とかみんなそうだけど、うん、大阪万博の25年になったらコロナが全部無償しているかっていう保証は全くないからね。んん時点ではありません、うん、コロナっていうのはコロニーって言って名前を変えてあの頑張ってるかもしれないわけじゃん。<laughs> まあ別の真面目な話別の感染症出てくるかもよだよね、うん、だからそのほら万博なんてさ、うん、あれほら期間3か月くらいやってるでしょあ,あそっかオリンピックどころの騒ぎじゃないぞやあれずっとやってんのかずーっとやってるからでその間にさその間に緊急事態宣言とかなったらさ、うん、どうすんのって もし例えば緊急事態で大阪がまたほらお得意のさ、うん、あのあれあれほらあれをあのー、吉村君があれをバン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 みんなに飲め飲めってやっても聞かないとなれたらさ、うん、なったら緊急事態になるわけでしょ、うんうん、万博やってる間に緊急事態ってさ、うん、もうあれそれ万博どうすんだって閉めるのかって話になるよね絶対ね。うんうん そうなると、このまたそこに金突っ込んだ企業が泣くわけだよ。っていうかさ、海外から観光客もし入れないっていうことになったら、万博うん。やる意味あるのいやもしないじゃやる意味ないじゃん。そしてやる意味ないよね、うんうん。っていう危険性も万博にはついて回る。うんうん ものすごく危険となるとさとなると金を出すはずだった企業がみんな金出さなくなっちゃんうん、となるとどうなるかっていうと、はい、恐ろしいことになるわけよ、うん、あれは最初は金を出すって言った企業は金出してくれません、うん、でももう万博は世界に向けて公約となっております <laughs> また同じパターン <laughs> そうなるとまたさ開催国としての責任をそう,そう,そう最後はね大阪府と国で何とかせえって話になってさ、うん、あーまた同じことが繰り返されんのかって増税かよまたっていうだからそうならないためにやっぱりこの東京五輪は徹底的に調査しないといけないのよ、うん ここでどうなってんだかっていうのだって1970年の大阪万博、うん、あのテーマソング「こんにちはこんにちは世界のあれ来ない」ってこんなやりみねえじゃんそれっていう。ねえ。かオリンピ万博はさ、うん、万博自体に何か毎日さ金メダル級の何かが起きるわけじゃないからね。うんうん ビリオン作って開けてさ「いらはいいらハいイイって待ってるだけじゃんまあだからそう考えると <coughs> コロナって本当にいろんなものにダメージを与えるけどこれできちんと東京オリンピックのねことをしっかり調べた上でだったらああやめた方がいいなっていう判断にもなると思うので本当にちゃんとオリンピックに関しては いくらかかったのか含めてちゃんと精査しないとね、うん、あの原発事故調査委員会みたいな感じでオリンピック調査委員会作った方がいいよ絶対にうん絶対や,やんなきゃダメだようん本当にそこで徹底チェックしてやっぱり責任者を処罰しないと、うん反発でまた同じことやるから、うん、絶対に絶対やるうん絶対やるさあ まあ、だからオリンピックは終わってからが大事っていう風に言ってたけど本当にそう同じミスをね繰り返さないためにもしっかりと追及していった方がいいと思いますよ。で、うん、まあオリンピックでねそこまで支持率が上がらなかったっていうのも菅さんにとっては誤算だとは思うけどもまあ逆に言うと金メダルこれだけ取ってこれで止まってんのかなっていう気もするのでそうすると金メダル覚醒剤効果が落ちて今後どうなっていくのか。うん っていう感じだと思います。まあそんなわけでね、あの、本間さん本日もどうもありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもいつも見ていただきましてありがとうございます。うん、それでは今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。